まあ、リュウソウジャーの、これで遊んでたんだけど、このね、デラックス外装券。これ。これもね、その前の福袋に、おもちゃ福袋に入ってたんだけど、これがまだいいおもちゃなのよ。ちょ、電源オンしてますね。タカラトミーで、画面、マジョマジョピアーズ。知らないんだけど、僕ね。ここも画面になってんだよ。で、ここも画面なんだよ。ほら、見える。あ、ちょっと光の感じで見づらいかもしれないけど、いいですよね。ここの画面ってすごいよね。変身遊びしましょう。ここも光るからね。ちなみにこれね、踊りのね、なんか映像とかも流れるんですよ。変身します。まあ、本当はこうやって振るとこう反応するんね。ほら、女の人出てきた。ステージっつって、なんかこういうね、ほら、ライブ映像がこんな感じ。ここもすごいよね。ちょっと映像で伝わりづらいけど、完全に僕の顔にピントが来ちゃってるしね。これね、すごいいいおもちゃです。ただ2つ欠点があるのは、まず音が小さいんですよ、これ。調整もできるんか、確か。だってなんかね、Amazon のレビューでもちっちゃいって書いてあった。あとはね、やっぱこう、液晶が2個あって、ここにもライトあるから、電池の消費が結構あるみたいね。だから女の子向け玩具って結構男の子向け玩具に比べて、電池の消費が激しい気がする。で、あ、違う。ん？どうやってあるのっけ？あ、またもう一回変身しちゃった。で、こうね、矢印になって、そしたら振ればいいんだから。これ説明してみなくても分かった。ん？どうやって遊ぶんだ？あ、スピーカーここか。あ、またなんか映像が。ほら、ダンスと歌と踊りが流れるんだよ。これすごいよね。これなんかさ、乃木坂とかでもなんかこういうの出してほしいけどね。見ちゃうよね、ついついこう。おーって光るし、まあ、魔法の杖なんだろうね。ちょっとマジョマジョピアーズね、見てもねっていうか、見るチャンスはあったんだけど、あの YouTube で公式配信されてんだよね。見てないのよ。魔女なんだこれ。レインボーダイヤモンド。パラルコーン。本物ガーネット、本物ガーネットやってみよう。これなんか映りいいかも。あれ、終わった？終わりなの？コピームーンストーン、いろんな技だね。おもおもトルマリンかな。ここなんだよな、スピーカー。あー、ちょっと短いんだね。これ戻るボタンで、一応ボタンはね、こういろいろありそうに見えるんだけど、2つなんだよ ね、 これね。で、基本が振って魔法をかける、レインボーダイヤモンド、魔女魔女ピュアーズ
ユリアさんっていうのに変身できるみたいな。やっぱこれユリアさんが使う武器かな。だから、ね、調べたらね、追加選手の武器なのかな、これ。変身します。音がちっちゃいね、やっぱね。なんか設定があったんだよな。なんかね、設定3段階ぐらい音量を変えられるんですよ。ミニゲームじゃなくて、設定、これこれ。音量今ちっちゃかった。あ、今0だ。0もできる、すごいね。OK。OK。設定できたにゃんって出てきた。なんかキャラかわいいのが。あ、音大きくなったね、ちょっと。あ、回すんじゃないのか。あれ？あれ？戦わせて遊ばせたいとこなんだけど、でも画面だから多分ね、戦っちゃいけないんだと思う、これ。まあ多少丈夫にはなってると思うけど。あ、これ違う、うわぁ。音量が全然違うもんな。男の子のおもちゃの方が雑に遊んでも大丈夫そう。音量マジマジピアーズ、ひらめく魔法でピアライズ。うん、いいね。なのこれ、レインボーミルキーファンタジー、きらめき魔法。あ、またなんかステージが始まるね。すごいね、バーって連動してるし。ほら、ライブが始まった。ほら、乃木坂とかでも作ってほしい、さっきも言ったけど。あ、ここもなんか反応すんな。面白いね。よくできてるな。見た目もいいしね、これ。よくできてるな。これから戦隊のおもちゃとかもさ、どんどんこういうのが増えてくんだろうね。画面が増えたり。だって今タッチパネル、なんつった、タッチパネルとかになってきてますもんね、おもちゃが。で、長押しすると、バイバイ、またね。はい、これでオフできます。ということで今回はね、これなんて名前だったっけな。まあ説明欄に貼っときます。はい。それではまた。バイバーイ。